イギリス援助に興奮しつつあるアメリカは、自国の国防強化にも積極的に乗り出し、空軍の充実に大あらわであります。これは陸軍当局が先頃からカリフォルニア州サンタモニカの飛行機工場で極秘裏に製造中のダグラス型総重量70トンの長距離超重爆撃機で、馬力8000馬力、翼の全長212フィート、航続距離7000マイルと言われ、アメリカからヨーロッパへ優に往復できるわけであります。